日本人ゴルファーの米国女子ツアーにおける躍進と多角的な分析。2024年の米国女子ツアーは、日本人選手が多くの注目を集め、過去最高の成果を上げたシーズンとして記憶されるでしょう。このシーズンの特徴として、笹生優花、古江彩佳、渋野日向子といった選手たちが活躍し、賞金ランキングでも日本勢が上位に食い込むという結果を残しました。本校では、これらの選手たちのパフォーマンスを中心に、賞金ランキングやゴルフ業界の新たなトレンド、そして今後の展望について、より深い分析を行います。渋野日向子復活の兆しとメジャーでの成功。渋野日向子は今季序盤では不調に見舞われましたが、全米女子オープンで単独2位に輝き、129万6000ドル、約2億300万円を獲得しました。彼女はこの結果により、今季の総獲得賞金額を168万4525ドル、約2億4000万円に押し上げ、自身のキャリアにおいても最高額を記録しています。渋野日向子の今季の特徴は、メジャー大会での大きな賞金が彼女のランキングに大きく貢献している点です。序盤の不調を考慮すると、全米女子オープンでの成功は彼女にとって大きな復活の兆しとなり、今後の大会での活躍にも期待が寄せられています。彼女の課題としては、技術的な問題というよりも、プレッシャーに対する精神的な強さを再構築することが重要視されるでしょう。笹生優花全米女子オープン優勝から見る成功の要因。笹生優花は、今シーズン、全米女子オープンで2度目の優勝を果たしました。この大会は女子メジャー史上最高額の賞金総額1200万ドル、約18億8000万円を誇り、その中で優勝賞金240万ドル、約3億7000万円を獲得したことは、笹生優花にとって大きな飛躍の瞬間でした。今季の獲得賞金は264万8812ドル、約3億7800万円に達し、ランキングで2位に位置しています。笹生優花の成功の要因としては彼女の安定感とプレーにおけるメンタルの強さが挙げられます。特にメジャー大会でのパフォーマンスは圧巻であり、大会のプレッシャーに負けない精神力が彼女の武器です。しかし彼女の課題として指摘されているのが、アプローチの精度とゲームマネジメントです。特に、プレッシャーのかかる局面での細やかな判断が今後のさらなる飛躍には欠かせないでしょう。古江彩佳安定した成績とメジャー初制覇の意義。古江彩佳は、アムンディ・エビアン選手権でメジャー初制覇を果たし、その安定感ある成績が今季の大きな特徴です。賞金総額800万ドルのこの大会で、古江彩佳は120万ドル、約1億9000万円を獲得し、今季の獲得賞金は258万7873ドル、約3億7000万円となっています。彼女の強みは、その一貫したパフォーマンスにあります。トップ10入りを10度も記録しており、安定して上位に名を連ねることができる選手です。これには彼女の技術力だけでなく、コースの読みや戦略的なプレーが影響しています。古江彩佳は、瞬間的な輝きではなく、長期的に成果を出すタイプの選手であり、今後のツアーにおいても重要な存在となるでしょう。西郷真央、スランプからの見事な復活。西郷真央も、今季注目される選手の一人です。彼女は昨シーズンに大きなスランプを経験しましたが、その後見事に立ち直り、今季は113万6123ドル、約1億6000万円を獲得し、ランキングで17位に入りました。この復活劇は多くのゴルフファンに感動を与え、彼女のメンタルの強さと努力が報われた瞬間と言えるでしょう。日本勢の全体像と韓国勢との比較。米国女子ツアーに参戦している日本人選手たちは、近年その層が厚くなっており、今季は9人がツアーメンバーとして名を連ねています。笹生優花、古江彩佳、渋野日向子に続き、若手選手である西郷真央や畑岡奈紗、勝みなみ、西村優菜、稲見萌寧、吉田優利といった選手たちもランキングに入っており、日本勢全体が確実に成長しています。しかしながら、韓国勢の強さは依然として大きな壁であり、特にリディア・コラの存在は、日本勢にとって依然として高いハードルです。日本人選手たちは確実にその距離を縮めているものの、依然として韓国勢に劣る部分も見られます。
今後、日本人選手が韓国勢に追いつき、さらには超えていくためには、さらなる技術的、精神的な成長が求められます。賞金ランキングの急激な上昇とその影響。近年、米国女子ツアーの賞金額は急激に上昇しており、特にメジャー大会ではその差が顕著です。例えば全米女子オープン、やアムンディ・エビアン選手権といった大会は賞金総額が他の大会を大きく上回っており、このことが選手たちのランキングにも直接影響を与えています。このようなメジャー大会への集中は、ツアー全体のバランスにも影響を及ぼしており、今後はメジャー大会だけを狙う選手が増える可能性も指摘されています。これにより、他の大会の賞金額や注目度が相対的に低下する恐れもあります。結論、日本人選手たちの未来への展望。笹生優花、古江彩佳、渋野日向子をはじめとする日本人選手たちは、米国女子ツアーにおいて確実にその存在感を強めています。彼女たちの活躍は、ゴルフ界全体に新たな風を吹き込んでおり、今後のシーズンにおいてもさらなる成果が期待されます。また、若手選手の成長も著しく、今後は日本人選手が年間チャンピオンとして輝く日も遠くないでしょう。このように、2024年の米国女子ツアーは日本人選手たちにとって重要なターニングポイントとなり、彼女たちの未来は非常に明るいものと言えるでしょう。